高梨凛香、高梨財閥の社長令嬢で、いずれ財閥を率いる運命を背負って立つものですわ。私の親友であるレイチェルさんがここで暮らしているというので来てみたのですが、レイチェルさん、なんと格の低い男性とお付き合いされてたものですから驚きましたわ。レイチェルさんには自分の格を理解して、その格に見合う男性とお付き合いすべきだと申し上げていたのですが、困ったものですわね。レイチェルさんがその男性と同じ格にまで落ちてしまったら、私の格にまで触りかねない。幼なじみか何か知りませんけど、レイチェルさんには自身の格に合う男性とお付き合いしてほしいものですわね。私は私の立場を理解しているものでなければお付き合いしない主義ですの。そうでないのなら立ち去りなさい。それがあなたのためですわ。